1977年の雪なり仮上降場と周囲約500メートル範囲。右が門別方面。ホーム中ほどの外側にプレハブの白い待合室が同じ高さに設置されている。青い屋根の古い待合室が残されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成雪なり駅はかつて 北海道上川郡下川町一の橋に設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で下り1本上り3本。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは 線路の北側に存在した、電鉄機を持たない、防線駅となっていた。仮上工場に出自を持つ、無人駅で、駅舎はなかったが、プレハブの物置を、待合所として利用していた。ホームは、名寄方にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。当駅が所在した地の近辺の地名、雪成より、2000年時点では、鉄道関連の遺構は何も残されていなかった。 2010年時点、2011年時点でも同様で、熊笹に覆われた原野と化していた、雪なりかり情報場に関するカテゴリー、ありがとうございます。